危険物取扱者は、消防法に基づく、危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会うために必要となる日本の国家資格である。また、一般にこの資格を持つ者のことも、危険物取扱者と呼ぶ、日本以外の多くの国にも、同様の制度、資格、規制が存在する。本項目では、日本の制度について記述する。 消防法及びその解放令では火災の危険性が高い物質をまとめて危険物として指定されている。この資格を持つ者はその取扱いを行うことができる。危険物取扱者の資格保有を証明するため都道府県知事から危険物取扱者免状が交付される。資格取得のための試験は原則として 都道府県知事が行うことになっているが、総務大臣の指定するものに行わせることもできると、されている。現在、すべての都道府県で、指定試験機関の一般財団法人消防試験、研究センターが試験を行っている。公式危険物取扱者すべての種類の危険物の、取扱いと立ち会いができる。おつし危険物取扱者、第一類第六類の内免除を交付されている。 多グの危険物の取り扱いと立ち合いができるオツ種第1類酸化性固体オツ種第2類可燃性固体オツ種第3類自然発火性物質及び菌水性物質オツ種第4類因果性液体オツ種第5類自己反応性物質オツ種第6類酸化性液体併種危険物取扱い者第4類に属する危険物の内ガソリン灯油軽油第3石油類 第四石油類及び、動植物油類のみ取り扱いができる。兵種の有資格者による立ち会いはできない。兵種危険物取り扱い者は、定期点検を行うことができる。公主カオツ種の該当する、類の有資格者が作業に立ち会えば、無資格者も危険物の取り扱いができる。セルフ式、ガソリンスタンドの運用はこれを利用して成立している。そのため、 セルフスタンドでは、たとえ深夜帯などで、一見無人に見える状態であったとしても、実際には、事務所内のモニターカメラなどを用いて、公衆化を打つ主類の危険物取扱者の有資格者による遠隔監視が常時行われている。これにより、危険が発生すれば、遠隔操作で、バルブ閉鎖などの措置を取ることを可能とするシステムが構築されている。兵士の有資格者は、 自身による取扱いのみが認められており、無資格者による取扱いへの立ち会いはできない。危険物取扱い者の中でも、オツシュ第四類と通称されるは、取得者数が突出して多い。これは、オツシュ第四類がガソリンスタンドの運用やガソリンスタンドにガソリンなどを輸送するタンクローリーの乗務や製造工場で後半に利用される有機溶剤の取扱いに、 不可欠な資格の一つであることから社会的需要が高い一方で、学歴や実務経験なども問われずに、誰でも受験、取得可能なことが関係している。兵種でもガソリンスタンドの店員レベルの業務や、ガソリンや経由など、ごく一部の危険物を積載した、タンクローリー常務は可能だが、企業が求人の際、オツしが4類取得者であることを条件とすることが多い。試験は、 消防法に基づく国家試験として都道府県知事から委託を受けた各都道府県の消防試験研究センター支部が実施している。都道府県ごとに日程は異なるが年間2から6回程度の試験機会が設定されており受験者の多い四つ主題4類だけは東京都でほぼ毎週行われている。受験地の制限はなく居住地以外の都道府県で受験することも可能である。 このため、実施回数の少ない県の住民が、資格取得を急いで、実施回数の多い、あるいは、直近の日程で試験が開催される、他の都道府県で受験するということもごく当たり前に、見られる。ただし、合格した場合の免状を申請先は、受験地の都道府県知事となり、手数料として重複する、未知府県収入証紙も、受験地のものが必要になるので注意が必要である。 受験会場には主に大学、高校の教室、会館、ホール、商工会議所や消防本部の会議室、行動などが利用されるが、場所によっては上履きを持参する必要がある。講師は受験資格の制限があるが、おつ兵士は誰でも受験できる。おつしゅ第1類から第六類まですべての試験に合格すれば、講師取扱い者と同様にすべての危険物を取り扱えるため、 公主の受験資格を持たない者が、オツシュ全類取得を目指すケースもある。また、公主合格を目指す前のステップとして、オツシュ全類合格を目指す者も,も見られる。試験は3科目あり、所定の時間内に、すべての科目を受験する。おつしおよび、兵種の試験では、基礎辞資格などにより一部科目の免除制度がある。合格点は、科目免除の有無に関わらず受験するすべての、 科目それぞれの正解が60%以上あることである。この場合、免除された科目問題は正解率算出の分母、分子には含まれず、実際に回答範囲となった部分のみで正解率が計算される。オツシュの試験において特徴的なこととしては、オツシュ第4類について、受験者数と資格取得者数がいずれも突出して多い一方、合格率が 約3割前後とこれも突出した低さであることが挙げられ、パーセンテージだけを単純に一見した場合、むしろ講習試験にも近い様相を呈している。地域によっては受験者数の多さや、受験会場の規模の都合などからオツ種第4類のみの試験日を設けることや、同1日であっても午前、午後などで時間帯を分けたり、オツ種第4類のみ別枠で時間を設定することがある。の試験は、 オツシュ全六類の試験内容が横断的、複合的に出題される。また、物理学及び科学の難易度もオツシュの試験より高い。公式見物取扱者、編集このうち4種類の受験資格は2008年4月の消防法令改正により新設されたものである。改正前は学歴要件もしくは実務2年しか存在せず、特殊な事例を除いて、 高校生以下が受験することは不可能であったが、2008年4月に4種類の受験資格が加えられたことにより、高校生以下も受験することが可能になった。実際に法令改正試行後4ヶ月間に実施された講師の試験で、高校生14名が合格しているほか、2012年10月に史上最年少でオツシュ全類に合格したことで、 4種類の条件を満たした東京都の小学2年生が同年12月に史上最年少で講師にも合格している。お辻式見物取扱者、編集誰でも受験できる。すでに取得している資格によって一部科目の免除がある。史上最年少での全類合格者としては2012年東京都千代田区に住む小学2年生の男児が オツシュの一類から六類までに降格したとして、その記録を持っている。なお、女性の最年少記録としては、愛知県東三河地方に住む当時小学三年の女児が2012年にオツシュ全類を取得している。兵士危険物取扱者、編集誰でも受験できる。消防団員として、一定の条件を満たしたものについては一部科目の免除がある。 危険物取扱者試験手数料の額は、地方公共団体の手数料の標準に関する、政令により規定されているため、いずれの都道府県知事が施行する試験下にかかわらず、同一である。以下の額は2019年10月1日以降の受験申請時について適用。公主、乙種、兵種とも、マークシート方式で試験が行われる。 いずれの種の試験においても、一定時間が経過したら、試験官に問題用紙と回答マークシートを渡し、途中退出が可能。なお、途中退出しなかった場合でも、問題用紙は回収される。また、問題用紙を持ち出したり、抜き取ったりするなどの行為はできない。持ち出し場合は、失格となる。不正行為とみなされ、合格発表後でも無効となる。 公式見物取扱者試験編集後支度率で試験時間は150分落ツ式見物取扱者試験編集後支度率で試験時間は120分平式見物取扱者試験編集4支度率で試験時間は75分すでに落ツ種の一部の類の面上を所持する者が未取得の落ツ種の他の類を受験する場合は試験科目の 危険物に関する法令と基礎的な物理学及び基礎的な科学の全部の問題が免除となり試験時間は35分となる。火薬類製造保安責任者または火薬類取扱保安責任者の免除を所持している者がオツ種第1類あるいはオツ種第5類を受験する場合は試験科目の 基礎的な物理学及び基礎的な科学のうち6問と、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法のうち5問が免除されて、それぞれ4問と5問となり、危険物に関する法令15問と合わせて、試験時間は90分となる。兵種は5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち基礎教育、普通教育、または、 専科教育の警防科を卒業した者の,の場合、燃焼及び消化に関する基礎知識の試験科目が免除され、試験時間は60分となる。なお、講習には科目、問題の一部免除の制度はなく、またどのような受験資格で受験しても、同じ量の問題が出題される。おつしの一部の類の免除を所持者が他類の受験を希望する場合は、都道府県によっては、 同一試験日に最大5つの類までを同時受験できるを認める場合もある。しかし複数類同時受験ができない件もある。詳細については一般財団法人消防試験研究センターの各都道府県支部の受験案内を参照されたい。試験の受験者、合格者の人数及び合格率は一般財団法人消防試験研究センターが公式ウェブサイト内の 最新の試験実施状況の項目で公開している。これによれば、数字は多少前後するが、公主と、オツし第4類は、約3割前後、オツしゅ第1.23.56類は、約6割台の合格率となっている。合格率の数字で見る限り、オツしの中では、第4類のみ、合格率が突出して、低いことが状態化している。これは、第4類は、 需要が突出して多い資格であり、オツし第四類単体での取得を希望するものが多く、その中には不合格のために複数回にわたり受験を繰り返すものも多く、そのために生じる数字上のからくりで別にオツしの中で第四類の試験内容だけが講習並みに難しいというわけではない。また、オツしの危険物取扱者試験を取り扱う問題集が 一般財団法人全国危険物安全協会が販売している例題集も含めて、オツ主代4類向けと、オツ主点1.23.56類向けという形で分割されているものが大半であることから、オツ主の複数類取得や4種類での講師受験を志すにしても、最初にまずオツ主代4類で全科目を受験し、これを合格後に、後日の一部科目免除を利用して、 他の類を受験するという攻略法が一般的で科目一部免除の特典がなく全科目を受験するものがほとんどを占めているためである。また他の類がまず必要という場合でも第四類は一般的に需要が高い資格であるためとりあえずついでに取っておいて損はないという考え方も幅広く存在する。逆におつし1.2.3.56類では 多くの受験者が第4類を先に合格し、上述の科目一部免除を受けて受験しており、第4類よりも合格率が高くなる傾向がある。危険物取扱作業に従事している有資格者は都道府県知事、あるいは総務大臣が指定する講習機関が行う保安講習を3年に1回受ける必要がある。ただし大臣指定講習機関がこれまで実在しておらず、 いずれの都道府県においても知事が施行している。実務についていない場合は受講の義務はないが受講することは可能。実務についていなかったものが従事することになった場合は、その日から1年以内に受講する必要がある。ただし、以前に保安講習を受けたことがある場合は、受講日以降最初の4月1日から間隔が3年を超えないように受講すればよい。また、 新たに免状の交付を受けて従事することになった場合も交付日以降最初の4月1日から3年以内に最初の保安講習を受ければよい。継続して危険物取扱作業に従事しているもの前回受講を受けた日以降最初の4月1日から3年以内新たに従事するものまたは再び従事することとなったもの従事することになった日から1年以内新たに従事するもので 過去2年以内に、免状交付、または、講習を受けているもの免状交付日、または前回講習受講日、以降、最初の4月1日から3年以内、講習開催時期は、都道府県ごとに、年2回から毎月まで、大きく異なるが、基本は、給油取扱所従業者と、その他の従事者の2種類のうち、どちらか該当する方を受講する。 石油コンビナート等災害防止法における特、防災区域を有する道府県では、その種別の講習を加えていることが多く、さらに、大阪府は、化学工場、タンクローリーといった種別も設けている。また石油コンビナート等特防災区域がない、東京都は、給油取扱所以外の講習を、貯蔵形式などにより4種類に細分し開催。講習は3時間、知事が行う。 公衆の受講料は、試験手数料と同じ政令に規定があり、全国一致率の4700円と定めている。なお、公衆義務のある者が、保安公衆を怠ると、免状の返納命令の対象となる。危険物取扱者免状詳細は、危険物取扱者免状を、参照公衆、乙種、亭種に分かれ、消防試験研究センターが実施する試験に合格したものに、 申請により、都道府県知事から交付される。申請に関する窓口事務については、消防試験研究センターの道府県支部及び、中央試験センターに委託されている。運転免許証やクレジットカードと同じ、縦 5.4cm 横 8.5cm のカード型で、表面には、氏名、生年月日、本籍地の都道府県、顔写真及び写真書き換え期限。 交付した都道府県知事の行員、種類ごとの交付年月日、交付番号、交付知事欄が設けられている。理面には危険物取扱者講習の受講状況記入欄が設けられている。危険物保安監督者に選任されたもので、公式危険物取扱者免除の交付を受けている。ものは防火管理講習、防災管理講習を受けなくても、 公主防火管理者及び防災管理者の資格を有するものとして認められる。また、一定規模以上の特定防火対象物の公主、防火管理者における公主防火管理再講習及び防災管理者における防災管理再講習を受講する義務もない。公主危険物取扱者の資格を持つもので、現役の陸上自衛隊、航空自衛隊の自衛官は、 指定された特技に限り技術力層、空層の任用資格がある。かつて公式見物取扱者の資格を持つ者は、技術士一時試験の一部科目が免除されたが、2012年以降は共通科目が廃止となったため、現在はこの特典は存在しない。上記の措置の対象はいずれも公式見物取扱者のみであり、お辻及び閉式見物取扱者に対する、 このような措置はない。オつし全類の有資格者であることをもって、公主有資格者に変えることもできない。ありがとうございます。